地域の声を届ける代弁者を選ぶ県議選がいよいよ始まりました。街行く人たちは何を託すのでしょうか。那覇市でまず声をかけたのは男性の2人組。30代半ば、抱える困りごとは。あ、でも子供がいるんで子供の何かしらですかね。やっぱ子育て支援になると思う。保育園問題とかはやっぱりちょっと足りてない。はい、そうだと思いますね。鶴子もパンパンなので、まあ第一希望ギリギリ通ったかなぐらいですけど、はい、はい、なるほど。70歳の女性は、私みたいなこの高齢者がね、例えばこの辺まで来るのに小羽倉からタクシー拾うわけ。小羽倉からです、うん、これの補助があったらありがたいなと思う。だから往復2000円出るわけでしょ。ちょっと移動する足が。そうそうそう。こちらは現在転職を考えている女性。観光でなんか盛り上がってるじゃないですか、沖縄って、うんうん、外からこう来てる人たちとなんか交流し合いながら、なんか面白いなんかこう提供ができるようななんかお仕事とかないかなって今探してますね。観光の仕事をもうちょっと充実させてほしい。とか、そう。年代によっても困りごとや問題点はそれぞれ。取材エリアを離島に移すと、雇用がちょっと少ないですね、うん、航空教授とかね、仕事のこの与那国が良くなるようにね、そういう話を僕なんかは議会に、議員さんにさせてもらいたいですね。でもそれでも早割とかで14,790円ですね、あの飛行機賃だけで、はいはいはい、今月もう大会で沖縄本島に行くんですよ。で来月もまた行くんですよ。これ派遣費とかもっと上げてくれたらな。で住むところも補助が欲しいかなと。やっぱり家を建てるってなったら離島だからすごい料金かかっちゃって、でやっぱり、うん、お家住むところも少なくなってきてるので。全国のおよそ7割のアメリカ軍施設が依然として県内に集中する現状を変えてほしいと願う人たちも。普天間から辺野古の方に基地が移転されると、あの飛行機があの小学校の上とか飛ぶんじゃないかと思うんですよ。やっぱり子どもたちは安全に教育を受ける権利っていうのがあると思うんですよ。それが守られなかったら困る。そんなことが一番心配ですね。基地ができると、あの汚染の問題、海の汚染の問題とかそういったことで、あのとてもあの不安を覚えていますね。県議会の方たちにはやっぱりあの党派を超えてこの基地問題にあのもう少し真摯に取り組んでほしいなと思っています。大変さも戦争があるかもしれないね。その不安があるね。私たちが行ってしまうから行けよ。子供や孫がね、もう戦争に遭うかなと思ってね。県議会の在り方について言及する人も。県議会どのカテゴリーというか、どのフェーズでもですけど、やっぱ市民の声を聞くっていう姿勢はちゃんと持ってほしいなと思います。石垣市を見ても必ずしも市民の声を大事にしようと思う人ばかりではないのはもう見えるので、選挙がゲームにならないようにというか、市民の声を拾い上げようっていうことを丁寧にやってほしいなと。それが、その覚悟を持っている人がちゃんとそういうところで働いてほしいなと思います、ね、前と後期待することありますか。まあ、あまり変わらないよね。やっぱり女をたくさん半分以上するべきよね。やっぱり本当はね、やっぱり女性がいることで何が変わると思います。きめ細やかさ、女性の立場に立った弱いところをやっぱりちゃんとね言ってくれる、うん、困ってることとかね、うん、現在の県議会では48議席中女性議員は7人です。今回 RBC が実施したインタビューで特に多かった
県民の関心事は2つありました。その一つが電気代ガス代結構上がるね。経済対策一番かもしれない。だって沖縄って結構、まあ、ごめんね言い方悪いけど、よそよりは結構給料と低めのところじゃないですか。その上でこんだけの値段が上がっていったら、もしかしたら貧困者ももっと増えてくるのかなっていうのはあるよ。すぐそこの大学通ってるんですけど、沖縄県せっかくいいところなのに、なんか所得が低いことを理由に、なんか大学の友達、内地から来てる子たちがみんな沖縄県でなんか就職考えてないので、県内の所得上げてほしいなっていうのは思いますね。物価等が上がるし、税金ともちょっと高いもんだから、こんなところちょっと改善してほしいんだけど、まあ、無理な話だけど、ちょこれは根が痛いぐらいです。経済政策と並んで多くの関心を集めたのが、私今医療系の学校通ってて、医療のこの充実とかをもっと図ってほしいなっていうのは正直感じます。老若男女が挙げたのが医療サポートでした。患者さん側のサポートも、まあ、病床数が足りないとかもそうですし、もっとサポートしていただけたらなと思います。病院が少ない読谷は、予約制なんだけどなんか予約が全然取れないとか、そういったところがちょっときついです。検索して沖縄市行ったりとかですね、ちょっと遠出をしてまでちょっと病院探すって感じですね。歯医者さんがあんまりなくて、石垣に通ったりとか本島行ったりっていうのがちょっと大変です。気軽にがん検診できないとかはちょっと怖いですよね。医療面がもうちょっとなんか充実したらみんな幸せになるんじゃないかなって、なんか安心して暮らせるんじゃないかなって、あの広い年齢層で。身の回りの課題や問題に向き合ってくれる議員を見極める県議選。期日前投票は明日から、投開票は今月16日です。